皆さんこんにちは、水戸市長の高橋康史です。私は市長就任以来、まちづくりの最重要課題として子どもを安心して産み育てることができる環境づくりを進めているところでございます。これまで保育所の定員数の増加をはじめ、子どもの医療福祉費助成制度の拡充など、子どもを健やかに育む基盤づくりを進めてきたところであり、保育所待機児童の大幅な改善や放課後学級待機児童ゼロの達成など大きな成果を上げることができました。今年度からはそのステージを高め、子育て世帯の経済的負担の軽減、相談支援の充実を図る水戸っ子未来パッケージを推し進めており、今後さらなる拡充に取り組みながら、子育て世帯の多様なニーズに寄り添い、子どもたちに優しい街を作ってまいります。また子どもたちの生きる力を育み、夢の実現を応援していくため、本市の特色を生かした水戸スタイルの教育を推進するとともに、快適な学習環境の整備を図りながら、一人一人の個性を伸ばし、さまざまなステージで活躍することができる子どもたちの育成に取り組んでまいります。さらには今後、子どもが主体的に活動しやすい環境づくりとして、新たなつながりの場づくりや、子どもたちの主体性を尊重する仕組みづくりにも取り組んでまいります。私は子どもたちの最善を常に考え、子どもたちが健やかで幸せに成長できる社会を実現するという、子ども家庭庁が推進する子ども真ん中の趣旨に賛同し、子ども真ん中応援サポーターに就任することを宣言いたします。水戸の未来をリードする子どもたちを町全体で見守り育むことが大変重要です。事業者や市民の皆様におかれましても、ぜひ子ども真ん中の趣旨にご賛同いただき、子ども真ん中社会の実現に向けて、一緒に子どもたちを見守り育んでまいりましょう。子ども真ん中。